はい。おはようございます。カラ農園です。えー、今日はミニトマトハウスからですね、えー、ご紹介になります。えー、左側が、えー、ツルアリンゲン。で、右側がミニトマトですね。赤いタイプのサンチェリーエキストラ。で、黄色いタイプのイエローミミ、えー。こちらのミニトマトは2品目ですね。で、栽培をしてきました。えー、家庭菜園動画で、えー、色々とですね、風に強い えー、仕立て方や、えー、天井に突っかえると、えー、高さがですね、ある程度高くなると、収穫量が、えー、不指数がですね、それほど、えー、取れなくなってしまうので、ツールを下に下げて、で、段数を稼ぐというやり方ですね、自己紹介させていただいたものになります。 まだですね、収穫しようと思えば、えー、たくさんですね、実がついておりますので、収穫の方をできるんですけれども、まあ、こちらの方で、まあ、前回もお話ししましたが、えー、キュウリの方ですね、えー、栽培をするにあたり、もうそろそろですね、えー、限界ということで、えー、時期が、まあ時期的にですね、限界ということで、えー、こちらの方は、えー、撤去、えー、今日は果たしております。もう数日前からですね、えー、ところどころですね、枝を取り除いたもの、 下にちょっと枯れているもの、残っているものあるんですけれども、まあ今日は本格的にですね、根っこごと引き抜いて、で、こちらのインゲンとミニトーマト、両方ともですね、撤去します。まあその前にですね、今、ちょっとですね、収穫してるんですけれども、このように、まだまだいいトマトかですね、えー、たくさん取れてます。鈴なりですね、はい。こんな感じですね。また下げたんですけれども、まあこれもまた黄色くですね、実も膨らんで、 いい感じなんですが、ちょっともったいない気もしますが、えー、まあ、家庭菜園でやられてる方はですね、まあ、スペースがある方でしたら、このまま継続で維持。で、別のところにキュウリをですね、また作付けするようにしてみてください。まあ、うちの方ではこれを家庭菜園動画としてですね、えー、今後、キュウリの方をで、えー、秋、冬、11月の終わり頃ですね、霜が降りる頃まで収穫をできるキュウリを紹介したいと思いまして、 えー、こちらですね。急ぎ、今、撤去するということです。で、それで今回紹介するのがですね、えー、根っこですね。はい。今、ちょっと引き抜いてみました。はい、これが、えー、こちらは黄色いタイプですね。イエロー耳ミミの根っこになります。ここに、株元にですね、穴を開けて、えー、マルチを貼ってですね、えー、定食したものですね。まあ、今、こちらの株を掴んで、根っこをですね、引き抜いて、 で、このような感じなんですけども、軸がぐるぐるとぐると長くですね、太く上の方にこのように張ってますね。で、上の方にもたくさんついてます。で、特に、えー、防除もしながらやってきましたので、えー、葉っぱの方もですね、特に目立った、えー、害、病害虫も、えー、なく、健全な、えー、状態でですね。で、それで、えー、根っこです。今日はちょっとお見せしたいのは根っこですね。なかなか根っこというものは、 えー、こちらを処分する、撤去する際しか、えー、お見せすることができないので、まあ、こんな感じですね。はい。えー、このように今ちょっと引き抜いて、今引き抜く隣のものをですね、こちらでやってみます。とりあえず今引き抜いてみますね。かなり硬いです。こんな感じですね。 こちらが今引き抜いたものですね。はい。はい。えー、トマトというものはですね、まあ、このように太いもの、太い根っこがところどころに出ていて、で、ほとんどがですね、細い根っこですね。人間で言えば毛細血管のようなものです。で、この太い根っこから栄養分を吸収するのではなくて、この細い根っこから肥料分を吸収します。 で、この細い根っこ、肥料を吸収させるため、細い根っこはとても大事です。ですが、この細い根っこが出ているものは、この太い根っこからしか出ておりません。ですから、この太い根っこをですね、広く、えー、横にですね、這わせるためにも、えー、きちんとした、えー、処理を施す、えー、定食、この苗を植え付ける前が一番大切です。苗を植え付ける前に、 土の中に含まれているものですね。きちんといろいろと処理をしてから定食をすれば、定食初期にこの太い根っこがきちんと大きく広く張ることによって、その分この細い根っこがですね、たくさん広がって、で、病気にも強くなる。で、肥料をたくさん吸うことによって、このように実をたくさんつけるというわけですね。定食をする初期。 が一番肝心だとということで、すねこれはとても健康な根っここですね、はい、でこちらの方は、えー、節木苗、継ぎ木苗ではありません。自根苗になります。種をまいて、そのままですね、発芽して、出来上がった苗をそのまま植え付けたものになります。特に、えー、病気に対してですね、抵抗性のあるもの、大病性のあるものを代儀として使った、節木したものではありません。 えー、今回ですね、えー、こちらの方に、ハウスの方ですね、えー、以前このハウスを建てる前、この場所は色々な病気が発生する場所でした。で、特に線中系が多い補助。で、定食のですね、私の再生リストの方に、えー、定食というものですね、えー、再生リストの欄の方に、まあ、かなり前なんですけども、まあ、4月から5月の間にですね、ミニトマトを定食したものがありますので、その時の定食前の栽培管理かな。 低食化栽培管理の方でですね、まあ肥料かもしれませんが、そちらの方で、えー、この畑の、えー、ハウスのですね、土作り、えー、ト,ロトラクターで耕す前のですね、施したものなどの、まあ処理の方法などを参照してみてください。じゃあこれをですね、今、ちょっと汚れているので、これを水で、こちらですね、ちょっと洗ってみます。 えー、こんな感じですね。ちょっと暗くて分かりづらいですかね。どうでしょうか。コブが一つもありませんね。はい。これが健康な根っこということです。で、これがですね、根腐れなどを起こしている場合は、まあ、本来このように健康な白い根っこが健康なものなんですけど、根腐れを起こした場合、水で洗った場合ですね。これを見る拡大してみると、 この白いところが黒ずんでいる場所があった場合は、根、ね、腐れを起こしてしまったということですね。まあ、腐れも色々な原因がありますけれども、まあ、一番の理由は、水に浸かってしまったということですね。定食をして、まだ根っこが弱い時によく起こるんですけれども、よく、えー、まあ、路地ですね、外で栽培をされている方はどうしてもですね、低い畑で栽培をされている方がいらっしゃると思います。 もしくは高いところで栽培をしているんですけれども、畝を低くしてしまった。ということですね。周りの通路よりもと平ら、もしくは低い、低くしてしまった。そのまま植え付けてしまった。全くね上げをしなかったところに植え付けてしまった場合、もし台風や大雨が降ってそこへ水が流れ込んできたりするとですね、この根っこというものが え、傷んでしまって、え、余計にですね、水分がいつまでも溜まっていると、そこで、え、こちらにですね、雑菌が入り込んで根が腐ってしまうということが起こります。そうするともですね、もう根っこの方が、え、きちんと、え、健康に育ちませんので、肥料を吸いませんから、まあ、実がですね、このようにたくさん収穫ができなくなってしまう。え、小さなうちに早めに、早くですね、収穫が終わってしまうということがあるんですね。はい、こういう感じです。 で、これが黄色いタイプですね。で、えー、今度赤いタイプをやってみたいと思います。はい。じゃあですね、こちらにしましょう。じゃあ、こちらですね。これが、えー、今ついてですね、赤だ、赤玉ですね。えー、サンチェリーエキストラのトマトの苗を引き抜きます。 こんな感じですね。ちょっと暗くて分かりづらいですね。えー、こちらもですね、いい感じですね。コブが一つもありません。はい。いい感じです。じゃあちょっと洗ってみます。 ですね、ちょっと影で分かりづらいですね。はい、えー、こちらもですね、えー、真っ白で綺麗な根っこです。でこちら、太い根っこがですね、たくさん出ておりますので、こちらも細い根っこがですね、その分多く出てます。これ、中央にちょっと黒っぽく映っているものは、えー、これ、定食をする前にですね、育病していたバイド、育病バイドですね。これは、えー、み殻が,が入ってますので、もみ殻と腐葉土。 ですね。完熟堆肥みたいなものなですね。それが入っております。それがちょっと根っこに絡みついているので黒っぽく見えますが、えー、肉眼で見る限り、えー、特に根っこが黒ずんでいるところはですね、えー、どこもありません。で、そしてコブも一つもないですね。えー、このようになればですね、身もたくさん何段もですね、もうこのようにぐる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 ,ぐるとですね、えー、来ているわけです。相当取れましたね。15段、16段、17段、17段目で,ですね、 今、ちょっと赤らんでないんですけれども、まあ、15段まではですね、収穫ができました。えー、今の時期で15段なので、まあ、上出来ですね。はい、このような感じです。まあ、今日はですね、これを全部引き、実、えー、を収穫した後、引き抜いて畑、えー、このハウスの中から、かたしてですね、えー、養生処理、太陽熱養生処理を、まあ、ちょっと期間短くなってしまうんですけれども、まあ、ちょうどですね、 まあ台風いろいろと発生しているんですけれどもまあ今日も朝から暑いです、えー、今朝ですね、えー、ちょっと収穫が終わって帰ってきて今7時8時頃ですねの時間帯なんですがもうすでにですね42度ありますでこのハウスの中はですねもっと暑いです外で42度ありますなのでまあ太陽熱養生処理もですね短期間でできると思いますまあ、その際はですねまたご紹介できれば ご紹介できる時間に余裕があれば、太陽熱養生処理の方もですね、えー、皆さんにお見せしたいと思いますので、もし、えー、可能でしたら、そちらの方は動画にてご紹介します。でそしてこのような、まあ再確認としてですね、えー、薬剤を使わず土壌のですね、土の中に一切ぶ、えー、予防しませんでした。ネマトリンエース、ネマキックとかですね、いろいろあります。 えー、こちらの、ナースカーの植物とかですね。まあ、こちらはインゲンなんですけれども、えー、これを作付けする前、えー、寒い時期に定食しました。で、寒い時期に定食をするときはですね、光線が足りませんので、養生処理はうちの方では行えません。で、えー、これをやるのには、筋、え、体、ー、資材を使ってですね、寒い時期はやりました。で、それがですね、 薬剤を使わなくても、あのように一,一つもコブがなかった。連作をずーっとしている畑です、ここは。えー、ミニトマトとかですね。えー、他に、えー、ナスですね。をずーっと作っていた場所。ただ、違ったのは上に天井に飛膜資材をつけていただけですね。まあ、それはミニトマトが玉が割れるのを防ぐために、上に、えー、雨よけを作っただけなんですけれども、 まぁ、あ、洋処理。体、えー、こちらの土壌の殺菌剤を一切入れずにこのようにできたのですね。はい、こちらですね。AG 努力。ちょっと口が開いているので見づらいかもしれませんが、こちらですね。まあ、これも、えー、私の動画でずっとご覧になられてきた方ですね。えー、ご存知かとは思いますが、生物性改善に線虫補食菌入り、菌資剤ということですね。AG 努力。 というものです。粒剤タイプです。粒になっています。えー、これをですね、えー、この畑に苗を植える前に、えー、堆肥と、こちらの AG 動力。で、そして多少のですね、化成肥料バイタリティと、あとマグゴールですね。を施肥して、それを元具えとして定食しました。で、年をですね、 初期の段階、活着をですね、よくるせる、えー、くさせるために、えー、グルタミン酸と、じゃなくて、えー、あれは、えー、トレハロースじゃなくて、えー、エイジメットスタートですね、のシリーズのもので、ドブ付けをしただけで定食をしたんですけれども、えー、まあ、それで活着を促進させた。で、それから根をですね、えー、たくさん張らせるために、菌がいないようにですね、この、 線虫を捉える禁止剤これを入れたことによってですね、えー、全く、えー、線虫系にやられずに済んだと私は思っています。まあ、実際にですね、栽培期間中にこのマルチをめくって中をですね、顕微鏡なので常に観察するということは不可能なので、100%これがいいかどうか正しいかというのはわかりませんが、まあ、実際にですね、栽培をしてみて、えー、農薬を使わなず、土壌のですね、 農薬を使わなくても、線虫が出なかったというものは、やはりこの力があるんじゃないかなと思っているんですね、えー。これからもですね、こちらの方は資材は、うちの方では使い続けたいと思います。またこちらにキュウリを定食しますので、キュウリキュウリにも線虫はつきますから、この中にですね、まだ目に見えないものもいます。規制をしなかっただけですね。ですが、土壌の方には、 センチは必ずいます。えー、それで、これで、えー、これも使いますが、まあ、太陽熱養生処理というものはまた使う資材がですね、別になりますので、また別の動画で、えー、使う際はご紹介しますが、まあ、今回はこの AG 努力のおかげということでですね、まあ、結果が良かったということで、えー、大成功ですね。はい。じゃあ今日はですね、えー、ミニトマト栽培においてですね、 え、土作りの大切さ。根っこを健全にすれば身をたくさん収穫ができるということですね。実証実験、結果報告ということですね。平時努力は大成功ということでご紹介になりました。はい。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。